読売テレビがお届けする e スポーツ配信番組、目指せ代表ぴよぴよ e スポーツゲーマーの道パート2。今回 MC を務めさせていただきます、読売テレビアナウンサーの中村秀香です。そしてゲスト公認ぴよぴよプロゲーマーのテマです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、パート1に続いて今回パート2ということで、やっとテマさんからぷよぷよの攻略のコツを教えていただきたいと思います。ではまず私のレベルもちょっと見ていただきたいなと思いますので、ちょっと一人でまずは私がやってみてもいいですか。はい、はい、お願いします。お願いします。2分間で大連鎖はいちょっといっぱい大連鎖できるかはわからないんですけど、1ヶ月ぐらい私練習してきたので、いいですね。あ、いいですか。おお、ですよね。最初の色が悪かったんですよ、見てて。あ、悪かったですか。あ、ちょっとこれ、はい、難しいなって思いながら見てたんです。ちょっと分かんなくなってきた。どこ発火点したら、
チュンは6連鎖、うん、で、まあ、普段の練習では最高で9いったことありますけど、でもそれでもやっぱり10の壁っていうのが大きくて折り返しが難しいんですよね。そうですね、それがネックになってるかなって感じます、うん、はい、いいですか、じゃあコツを教えていただいても。ただあの今の中村さんのプレー見てていいなと思った点が、はい、ありますか。はい、結構あの通常の階段の連鎖の時に、はい、あの折り返しはまあちょっと怪しいんですけど、はい、その階段のポイントをちゃんと押さえながら組んでいたなっていうのと、ポイントってどういうところ、あの忘れ物をしないってことですね。忘れ物をしない、斜め上にその色を対応した色を置くっていうのを気はさせなかったってこと、はい、確かに。あとあの、うん、まあ、連鎖が始まる部分は発火点っていうんですけど、はい、あの階段の折り返しを作る付近に、はい、発火点付近にゴミ不要ですかね、まあ、いらない記憶を載せちゃいけないんですよ、はい、中村さんそれができてて、お1回目のプレーの時に記憶屋のフィールドこんな感じだったの覚えてませんか。あ、なんかいらないのは割と右にこう寄せていってるような、はい、それすごい大事で、折り返しを組む時にゴミ不要があるとどうしても色の制約増えてしまうので、あ、確かに、それをなくしてるというのが良かったと思います。 ありがとうございます。一応いいところはある、はい、と思っていいですか。じゃあこれからテマさんにいろいろコツを教えていただいて、さらなる連鎖をつなげていきたいと思いますが、じゃあ早速もう一度画面開いて、3、2、1、ゴー、連鎖をちょっと教えていただきたいと思います。いいですか、はい、すいません。ただこれ階段積みできないんで一旦ちょっと違いました、すいません。ふぐふぐふぐ、階段5連鎖を組んでから折り返しにしてますよね、中村さん。多分折り返しから先には組んでないですよね。上ですか、あの、いや、はい、5連鎖を作ってから折り返し作ってる、はい、あー、そうですそうです。はい、それに準じていきましょう。そうじゃないやり方、折り返しから作るかも。やあれなんですか、難易度は上がります。階段なんですね、はい、その僕としてはまず階段の5連鎖をなるべく綺麗に組むことです。あ、結構いらない色とか来たりするじゃないですか、ね、それをどんどん消していくって。そうですね、消した方がいいです。右から作っていった方がいいですか。そうですね、あの中村さんの場合多分その方がいいかな、はい、この色がいらないので消す手が右、はい、でここのポイントなんですけど、うん、今赤と青が来た時に赤青って入れたじゃないですか、はい、なので折り返しに使う色は青が確定になります、はい、あー、なるほど。それとあの左から3列目に紫置いてるんですけど、はい、この色が、うん、あの一番左の色と同じにならないように注意しています。それなんでタブーといって巻き込んで消してしまうので、ああ、だから左に紫が来て一緒に消えちゃうってことですよね。2列目の紫なんですけど、ここで赤と黄色を置く、うん、今わかりますか。青が消えて赤が消えて青が消える、青が消えて、あ、じゃあ青が消えて赤が消えて黄色ですね、うん、黄色が消える。ああ、そっか、え、すごい。え、この上の段の右側ももう連鎖つながってるってことですか。すごい、いやー、そこが発火点か。あ、そっちにつながる。ここポイントですね。青が消えて、青が消えて、赤が消えて、あ、ここであと黄色、紫、うわー、すごい、あー、すごい、うわー、14連鎖、これすごいですね。いや、もう全くちょっとあの上の段の構図が分からなくなっちゃって、もう上はじゃあ無視して、はい、無視していいですか。大事なのは折り返しです、ね、はい、ちょっともう一回お願いします。もう一回組みます、はい、よく見とこう。この土台の部分の形は本当に土台でしか使わない形なんですね。上の部分では使わない。あ、
大調理開始以降は果実味の方がいいと言われている。じゃあさっき積んでいただいた上の段の積み方は果実味って言われるの、はい、そうです。果実味っていうのはこう縦に色だーっと並べるんじゃなくて鍵のような感じ、まあ、の見た通り鍵で、これあの色を次の折り返しの色探してるんですけど、はい、ちょっとなかなかいい色が出ないので、あー、こう感じで、うん、これ青が2つ来てるので、はい、じゃこれを使いましょう。これを折り返しに、うん、このような色が偏ってる瞬間を狙うのがコツです。風景バラバラに来るんですけど、はい、当然あの色が黄色黄色とか ありますねバッとついてくることあるので、はい、そういう一瞬の隙を狙って折り返し作っていきます、はい、あ、これはちょっと面白い。紫青来てますね。あ、じゃあこれここに置く。あ、それでしたら、あ、完成してるんですよ。あ、さらに入り口に、いや、今の次開いてみる。あ、赤消えて、青消えて、わあ、これだったら中村さんでもできますよ。あ、これならできそう。まあ、まあ、これで9位いくんや。うわ、気持ちいい。わかりやすいですね、私からすると。すいません、じゃもう一度ちょっと見てもいいですか。大事なのはあの折り返しの部分の色の忘れ物をしないこと、はい、色の忘れ物をしないこと、色の選び方も大事ですね。黄色だから来てるじゃないですか。あー、確かに。なので本当は緑積みたかったんですけど、はい、ここはもう臨機応変に、あ、上に積んじゃうんですか。赤に変えましたね。でもこの黄緑は無視してやるってことですよね。黄緑の左のゴミになります。それでもできるんだ。黄色を置いて、で今度緑2つ手に来てるじゃないですか、はい、じゃあ緑2つにしましょう。消えた後の2列目の左から2列目の黄色のための黄色の、このさっき言った忘れ物をしないのポイントなんですけれども、あ、これ今忘れてました。ここの黄色すごい忘れがちなので2列目の色を絶対に、はい、あ、それ発火点だった。すごい、もう10いった。すごい、2段目だけで10いきましたよ。すごいこれはもうプロの技ですね。もう14いくとプロの技ですよ。でも今ちょうど教えてもらったんで折り返しの左の方ぐらいはできたら嬉しいですね、はい、この左ができるだけで、はい、7連射8連射組めるようになるので、じゃあまずはひとまずそこをちょっと目指して、じゃあ、はい、やってみていいですか。
ですよね、これが、はい、あ、消えちゃう、あ、ちょっと、とりあえず忘れ物は全部ないので、こっから折り返しを作って、あ、消えちゃった、真ん中の青ですか、あれはちょっと悪い、そう組み合わせが悪いです、どうしたらいいですか、赤を消した、上の赤を消した方がいいです、積み上がってきちゃった、あ、でもこれやだ、置きたくないな、青ですよ、これよですか、なんかまずい気がしますね、まずいですね、ですよね、下の方綺麗にできたんですけどね、はい、もう一回だけ見せてもらってもいいですか、ちょっと待ってください、これ普通のプレイにしていいですか、あのリプレイが取れないこれチャレンジリプレイ取れないんですね、あーそうなんですね、私が連鎖縛りでやるので、はい、はい、やつやつで行きまーす、あ、こっちで、グッグッグッグー、ゲーム設定で今ちょっと縛りましょう、はい、ボレザー 4にしようかな、4から打てるようになって、はい、好きに一人プレイやってるつもりで、あ、わかりました、左からですか、自由に組んじゃってます、結果的に良くなってますね、あ、本当ですか、とりあえずいらないのを、これで一番順調です、おー、本当ですか、やった、で左に何色置くか悩むんですよ、あ、黄色、あ、じゃ、黄色、あ、でも、大丈夫です、え、行きますか、黄色置いて、次紫着てくれたらいいんですか、何色でもいいですよ、え、なんとか、え、大丈夫、ダメです、あ、ダメダメですか、あら、ちょっとこれ、説明難しいので、あ、わかりました、説明不可能でした、すみません、ちょっと修正不可能になっちゃいましたので、もう一度右からやった方がいいです、ですよね、あ、そっか、そういうこと、緑となんとか緑がなかなか来ない、で緑紫は置いてはいけないんですね、あー、もどかしい、来ないですね、来ない、上に積み上がっちゃ、あ、来た、黄緑、青、
青が L になっていてちょっと嫌な感じ。青2つ来てる時に、はい、今その青2つを左端にガッと、あ、来た。で緑と赤を置けば完成です。これでもうできてますね。あ、できてる。あ、え、でも繋がってる。あの今のなんですけど、はい、もしよろしければリプレイ見させていただいて、あ、お願いします。はい、最初に気になった、悔しい、はい、これダメです。なんでですか。嘘、ぷよぷよが、はい、正解はこっちです。私の画面です。なんでかというと、はい、最初の初手って3手見えるんですね、ぷよぷよが、はい、今自分の食ってるぷよぷよと、はい、ネクストのぷよぷよと、うん、ネクネクストのぷよぷよ、ネクネクスト、はい、ネクネクっていうんです。ネクネクって言うんですか。その最初の3手が始まった瞬間に、はい、バーンって見えるわけですよ、はい、でセガーのぷよぷよ、色最初の2つの初手は3色までっていう決まりがありまして、あ、例えばそうなんですか。だから最初から始まって、はい、紫、緑、赤、はい、黄色ってなることがないんです、ね。知らなかった。どれかになるんです。あ、そうなんや。最初でかになるんですけど、あ、だから今もこれで言ったら青と紫と赤しかないじゃん。あ、紫と緑と青ですね。あ、そういうことか。あ、そういうことか。あ、なるほど。最初見てなんですけど、つまり絶対に2つくっつけることができるんですよ、ぷよぷよ。最初に始まった2つだけで、あー、ただ中村さんこれ紫を外に置いてしまっている。なんか色をこうばらけさせた方がいいのかなと思っちゃう。くっつけた方がいいんですね。これなのでいい、ね、紫と緑の位置を逆にすることによって、はい、次に来た色が2つあるものを真ん中に寄せることができる。だからこの場合、はい、紫の階段の2つができるんですね、縦2つが、この2手だけで。あ、なるほど、そういうことか。あ、そういうことか。こうしてしまうと階段が全部バラバラになった状態からスタートになるんですけど、ぷよぷよがまとまった状態で3手目を迎えることができるので、あ、フィールドの余裕が全然違ってくるんですよ。あ、なるほど。そこがまず第一のポイントです。もう絶対にこれはつけた方がいいです。次見て色の並びを考えないとダメなんですね。そうです。ならこうしてください。あ、もう全然違う。これ、はい、もう一つのポイント、うん、中村さんこれ緑にしようって言いましたね。緑にしようと思ったんですよ。だってあのさっき言ったようにタブーは犯してないですし、タブーは犯してない、はい、ダメですかこれ、はい、丸くはないんですが三角ですね、はい、三角、どこがですか。まず、うん、緑がいっぱい来てないんですよ。この時点で緑が全く見えない状態なのに、はい、緑にしようって決めちゃったわけですよ。ダメなんですか。そっか、いつ緑が来るかわからないですよね。はい、これが例えば赤緑緑緑とかが次に見えていたら、よし緑にしようって言えるんですけど、なるほど、はい、そうじゃないので、はい、こういう時はあの緑にするかはまだ、じゃあこの場合はもうお邪魔不要的な扱いとして黄緑は端に寄せといた方が良かった。もしくはここに緑を置いてもいいんですけど、例えばこの後に青青とかが来たら、やっぱり緑やめて青にしようと思って、あ、そっか、左に青を放り込む、なるほど、っていうことは忘れないでください。黄緑を無視したらよかったんですね。そんな感じですね。はい、今のを踏まえて一回やってみます。あ、面白い。今中間さん練習って漠然とやってましたよね、はい、多分思ったんですけど、たぶん教える人が痛いとこ疲れた、なんか多分なかったんだろうなって、はい、絶対もうアナウンサーさん頭の回転早いはずなんで、いや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 、乗り込み早いと思うんですよ。いきまーす。なので確かに漠然とやってたかも。なんとなく階段積みを見て、なんとなくこの形を誰に教われでもなくやってたんで、今やっとこう理論を考えながらやってるって感じです。今日の1回で本当に上手くなると思う。まあ嬉しい。プロの方って考えてるのか分かりますね。
綺麗、あ、いい、あ、いいですね、めっちゃいいですよ、今までで一番いい、これ順調。この紫青を着てるんで、これ折り返しに使っちゃいましょう。は、あ、私がついていけてないあまり。あ、でもこれ、あ、どうしよう。緑の折り返しが、青か赤がいっぱい来てるときに折り返しです。これで一応忘れ物は今とかもないので、次折り返しのところを考えるっていうのは青か赤。消した方がいいですね。え、あの、それを1列目、2列目に、そうですね、あ、はい、で、緑をまた1個だけ落として、1個だけ落として、そう、そうすると綺麗になる。そういう方法あるのか。はい、なるほど。さっきのあの L だとちょっと薄気味悪いじゃないですか。なんか不吉な感じしません？あー、あの、G や、こんな感じがする。あ、あ、あ、大丈夫です。大丈夫です。巻き込んでないので大丈夫です。大丈夫ですか？下を巻き込まなかったんで大丈夫です。どうしよう。これ修正効きますか？あ、全然効いてますよ。あ、効いちゃう。こっち。待ってます。あ。今のポイントとして、はい、左から2列目は絶対にゴミを放り込んではダメです。こう苦しくなっちゃうんですよ、折り返しが。今何置いていいか分かんなくなっちゃうじゃないですか。今すごい爆風と、はい、なので左から2列目は、はい、自分の自信のある指以外は置かないでください。忘れ物は赤でしたね。ですよね。わあ、消えちゃった。あ、やった。そうです、さっきのね、さっきの積み方で、紫たくさん来てるから紫を端っこにする。お、いいですね。え、いいですか？あ、いいですよ。やった、成長してる。今までで一番いいの更新しましたよ。お、やった。あ、嬉しい。あ、わかるんですね、それできてますちゃんと。お、やった。あ、で、1こうして、赤がいっぱい来てくる。青かな、折り返しに使っていいの。青を使います。で、次もう一個青を着てほしいです。そう、ちょっと緑の絵が嫌な感じなんですけど、はい、しょうがないですね。紫。あ、あ、完璧です。お、で、あと青を消せば来た、来ました。嘘、嘘、あー、やった。来た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 。4、5。あ、やったー、やったー、7、やったー、やった気持ちいい。これ7連鎖なんですけど、7連鎖目2色入ってたので、はい、実質8連鎖と同じぐらいの攻撃力あります。ボーナス入ります。すごい、わー、テマさんのおかげです。やったー、嬉しい。これは嬉しい。これめっちゃ達成感ありましたね。うわー、でもやっぱテマさんのこうコツを教えてもらったら、なんとなく積み方の理論が分かって、うん、ちょっといけそうな気がしました。副隊頑張ってください。ちょっと連鎖頑張りますね。わー、ありがとうございます。ではテマさんにここまでいろいろコツなど教えていただきましたが、最後にテマ選手の次なる目標を伺ってもいいですか？次
気になるというかもう今もずっと考えてることなんですけど、はい、ぷよぷよの女性プロとして第一人者であるってことですね。ああ、でももう今もすでに第一人者のような気がしますけど、さらにもっとですか？ではあるんですけど、もうちょっと活動の幅を広げて、はい、まあ、あのゲームをあんまり知らない人とかでもぷよぷよのプロって言ったら、はい、テマさんって言ってもらえるような存在を目指したいです、うん、なるほど、わかりました。でもこれからね、e スポーツどんどん盛り上がっていくと思いますので、テマさんのご活躍ますます期待しております。はい、一緒に e スポーツ盛り上げていきましょう。はい、はい、盛り上げていきましょう。今日はありがとうございました、うん、はい、それでは配信以上となります。視聴してくださった皆様ありがとうございました。